こんにちは、山添博史です。今回は長期引きこもりである私が考える死、宇宙、社会というテーマで話していきたいと思います。私は小学生の頃から自殺願望があったため、よく死について考えていました。私は死とは存在が消えることではないと考えています。誰が死んだとしても、その死んだ人が生きた証はこの宇宙が続く限り残るからです。これは根拠のないスピリチュアル的なことをすべて抜きにして論理的に考えた結果出る結論です。なぜなら、現在は過去に起きたすべての出来事が何一つ欠けることなく積み重なって成り立つからです。なぜそう考えるのかということを説明していきたいと思います。私はこの前、この映像にある海面に反射する光の動きが何かとても神秘的に思えて、催眠術にかかったかのように5分ぐらい見つめていました。これがなぜ神秘的に思えたかというと、この海の反射する光の動きが死が全ての終わりではないということを示す証拠のように思えたからです。その理由は、この太陽に照らされてキラキラと光が反射する水面を見ていると、過去からの計り知れない多くの出来事が絶えず生起し続ける現在に影響を及ぼしていることがわかります。なぜなら、この水面の光り方には計り知れないほどの多くの過去の影響が実際に含まれています。例えば、この水面に1万年前に誰かが投げ入れた小石が今の水面の光の反射の仕方の微妙な違いとして現れているかもしれない。つまり、過去のほんの小さな出来事が生起し続ける現在に影響を及ぼしているということが、この海面の光からわかります。なので、私はあなたが死んでも生きた証がこの宇宙に影響を与え続けることになる。ですから、全ての存在の死後は別の形で存在し続けることになります。計り知れない多くの出来事が現在の私を作り上げていて、その私も死後にはこの生起し続ける現在を形作る過去の一部になります。死によって過去に存在した証は現在に生き続けます。だから、生きた存在は決して脅かされることはありません。でも、私は死にたくはなくて、死ぬことは全力で避けたくて、痛いことも嫌です。しかし、その死ぬ時がいつ来るかということは分かりません。明日交通事故で死ぬかもしれません。いつ死ぬかわからないということは、ただ受け入れるしかありません。でも、先に説明したように、死んだとしても終わりではないと思います。宇宙については、現在の私たちは何か勘違いをしているように思います。僕は別に宇宙について学問的に勉強したりしたことは全くないんですが、現在の私たちの知識では、宇宙の本当の姿は捉えられないということだけはわかります。古代エジプト人やメソポタミア人は地球は平面だと捉えていました。古代ギリシャや古代ローマの学者は地球が中心で宇宙が回っていると捉えていました。16世紀から地球は太陽の周りを自転しながら公転しているということがわかりました。現代は宇宙についてさらに多くのことが科学的に解明されてきたようで、例えばビッグバンという宇宙の始まりを説明する論理がありますが、まだまだ未解明なことがたくさんあるようです。例えば、暗黒物質というまだ見つかっていない物質なども大量にありますし、素粒子というミクロの世界の法則を説明する理論である量子力学と旧来の物理学の理論にはズレがあって、全てを統一し宇宙の仕組みを説明する万物の理論はまだありません。だから、実は今も古代の人々が地球は平面だと思っていたように、私たちは宇宙を勘違いしているか分かっていなくて、宇宙の真の姿を分かっていないのだと思います。自分が存在する宇宙が一体どういうものなのかという認識は、自分の存在を支える一番根本的な精神的足場だと思います。現在の人々は、その自分が立っている足場が一体何であるか分かっていない、もしくは何か勘違いしていると言えると思います。この社会にはヒエラルキーがあって、社会的地位やお金がある人など一部の限られた人々が上位に立ち、さまざまな意味でいい思いができるので、多数の人々はヒエラルキーの上位への到達を目指していきます。そして、そのためには大学に進学し、大手企業などに新卒一括採用で採用されて、キャリアを積んでいくことを目指します。
私が小学生の時点でそのレールから落ちてドロップアウトし、中学生で不登校となり、長期引きこもりとなりました。当時の僕は彼らのような高校や大学に順調に進学していく人々に対してとても不公平だと思っていました。彼らは親のお金や教育費という形の国の税金をたくさん与えられ、社会からも家族からも大事に育て上げられて、いわば大卒という豪華客船に乗って夢と希望に満ちた新大陸に出航していくような眩しい存在でした。しかし今では僕はあるいくつかの疑念を抱いています。あの豪華客船は実は泥船なんじゃないかということです。あの船の乗客は船から排除されないように、落ちないように必死になって頑張っていますが、船自体がいつれ沈むんじゃないかという疑念を抱いています。世界中の文明には栄枯盛衰があり、時代が変われば現在の社会システムは根本から変わってしまいます。社会システムに完全に依存して頼ってしがみついていたら、いずれそれとともに自滅してしまうのではと思います。逆に社会システムに頼らずに自力で泳げるようになった方が安心なのではと思っています。そしてもう一つ疑念があります。もしこの社会が素晴らしいものだったら、そこに適応していけばいくほど素晴らしいということになると思います。しかしもし社会が腐っていたら、社会に適応していけばいくほど腐っていくのではと思います。この社会は本音と建前という相反する2つの要素によって作られていて、建前の世界は主に仕事や国会中継やテレビ番組やコンビニやレストランなどで接客を受ける際などに立ち現れます。でもこれは所詮建前という嘘の世界です。本音の世界はクローズドな場所、飲み会や家庭の中で立ち現れます。そして現代ではネットの SNS や掲示板やニュースサイトで本音が可視化されています。僕は不登校の中学生時代から20年ぐらいネットをやっていますが、この本音の世界を見ると、正直でとてもじゃないけど社会の人々の真の姿は素晴らしいものではないと思います。妬みや嫉みや悪意で満ちた世界で、地獄のような世界に見えます。なので、その社会にあまり依存せずに、主に自分の力で生きるという道に進むために、早期にドロップアウトしてよかったと今では思っています。はい、今回は私が考える死、宇宙、社会というテーマで話してみました。今後も長期引きこもり経験者という独自の視点から様々なテーマについて話をしていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。